マクドナルドの新しい CM に注目。ちょっとした CM が公開されたら、明日のランチにマクドナルドに行くつもりですかマクドナルド CM の衝撃的な舞台裏。マクドナルドの新しい CM が公開され、それに伴い世間を騒がせています。なんと、その CM には人気アーティスト、ナンバーアンダーラインアイの3人が登場するとのことです。 ファンの間では大きな話題となっており、待ち望んでいた方も多いことでしょう。この新 CM では、3人のメンバーがカジュアルな服装で仲良くマクドナルドのメニューを楽しむ姿が描かれています。岸優太さんの美味しそうに食べる様子や、翔くんの笑顔が CM 効果を一層引き立てています。ファンにとっては、 彼らの笑顔やリラックスした姿が見られるだけで幸せな瞬間ですね。マジックタッチ大好きな曲です。楽しみですね。ワクワクが止まりません。最高。楽しみです。三人で手のがいいですね。このタイミング絶妙ですね。最後歩き方で確信。すぐわかっちゃいますね。三人の CM。 嬉しいです。すごくおしゃれな CM ですね。毎日バゲット食べます。キシ君めっちゃ嬉しそう。次々と嬉しい情報、ありがとうございます。三人一緒で CM 待ってました。嬉しい限りです。メルビン・キムチムさんの情報、嬉しいです。あの時の動画ですごく嬉しそうにしていた翔くんの姿を思い出します。 いつか、ナンバーアンダーライン愛とつながることを祈りつつ、ファンとしてできる応援をしたいと思っています。翔くんたちが憧れのティムティム氏から、踊りを学んで楽しそうにしてた映像を思い出しました。サプライズ大好きな三人が、次は何を仕掛けて私たちを楽しませてくれるのか。ほんと毎日、充実して楽しいです。一番忙しかった時じゃないですか 楽しみですね。とうとう、マック来ましたね。念願の三人です。嬉しい。翔くんは黒髪みたいです。多分、コーチェラもサプライズで誰かとコラボなんかしてほしいです。ジャクソンさんには感謝です。いいお兄ちゃんに出会えてよかった。世界に羽ばたけて万歳。噂通りでしたね。 神くんのほくろです。確信しました。三人での CM が本当に見たかったです。春らしいカジュアルな服装がまた三人らしくて素敵ですね。岸くんのボイスを食べる姿がより一層 CM 効果を上げることでしょうね。もちろんのことですが、翔くんも神くんもですね、フェスでの三人の姿が SNS に乗って世界を駆け巡りますように。 私もコーチェラの余韻に浸ってます。翔くんの髪の色が違うから、随分前に撮ってたのね。マック来ましたね。噂だと思ってましたが本当でした。三人での初の CM、嬉しいです。撮影中もすごく楽しかったんだろうな。CM の公開により、ファンたちはさらに三人の活動に期待が高まっています。特に、 彼らがマクドナルドの CM に登場するというサプライズは多くの人を驚かせました。これからも彼らの新たな挑戦や活動に注目が集まることでしょう。また、ファンの中には3人がコーチェラなどのフェスに出演する姿を期待する声もあります。彼らのパフォーマンスが世界中に広がり、さらなる成功を収めることを願っています。しかし、 一方でファンの中には少し寂しい思いをしている人もいます。翔くんの髪の色が以前と異なっていることが指摘され、一部のファンはその変化に戸惑いを感じているようです。しかし、彼らのファンであることは変わらず、彼らがどんな活動をするにせよ、彼らの側にいつも応援の声を送り続けることでしょう。このように、 ナンバーアンダーラインアイの新しい CM がファンの間で話題となっています。彼らの活動には今後も注目が集まり、彼らのファンである人々は彼らの成功を心から祈り続けることでしょう。では、あなたはこの CM を見た後、お昼にマクドナルドに行くつもりですかそれとも、彼らの次なる活動に期待を寄せていますかぜひ、 あなたの意見をシェアしてください。ナンバーアンダーライン愛という方の笑顔、彼らの輝く姿、そしてあの楽しい瞬間を思い浮かべるだけで心が温かくなりますね。そう、世界はどんどん素晴らしい方々で溢れています。彼らの存在はまるで風が吹くように力を貸してくれます。みんなで力を合わせ、世界に向かって歩んでいく。 まさにそんな感覚に包まれるのです。温かいコメント、いつもありがとうございます。その美しい言葉に心立たれます。これからもずっと応援させてください。そして、マジックタッチのような楽曲。その魔法に取りつかれるように、心がワクワクと高鳴ります。彼らの存在があるだけで、楽しみが止まりません。そして、 今度は三人が一緒に振り付けをする可能性もあるとか。その期待に胸が膨らみます。そうですね。三人での CM は待ちに待ったものでした。彼らがどんな姿で登場するのか、いつも想像が膨らみます。そして、その姿は本当に素敵で、彼ららしいカジュアルな服装が春らしくて、目に優しいですね。また、 撮影中の楽しそうな姿が想像できます。騎士くんが美味しそうに食べる姿や笑っている姿、それが CM により一層効果を与えることでしょう。そして、翔くんの笑顔や笑い声も私たちの心を温かくします。彼らが集まると本当に素晴らしい方々が集まりますね。そう、世の中にはちゃんと見てくださる方々がいるのです。 彼らの姿を見て私たちにどれだけの勇気を与えてくれるでしょうか。そして彼らの活動に心から感謝します。彼らの姿を見ていると私たちはいつも胸がキュッとなります。そして正しくまっすぐに突き進むことが間違いではなかったことを彼らの姿から学びます。そんな彼らの姿を見ていると 私もお昼にはマックに行かなければと思います。あの素晴らしい3人が登場する CM を見ながら、心豊かなひとときを過ごしたいですね。さて、彼らの活動はこれからもますます楽しみです。彼らが私たちにどんなサプライズを用意してくれるのか、ワクワクが止まりません。彼らの笑顔と共に、私たちも一緒に歩んでいきましょう。早いですね。 毎回取り上げてありがとうございます。この CM 待ってたんです。でも発表あってほっとしました。三人で初めてですもの。休みなく頑張ってくれていたので、少し好きな時間を楽しんできてほしいです。サプライズもきっとあると思います。またよろしくお願いします。